株式会社ラジオ福島は福島県を放送対象地域として中波放送をする特定地上機関放送事業者である。国内の民放 AM 局では唯一、親局より子局の送信出力が大きい。1953年12月1日、全国30番目に福島局、郡山局、若松局、平局が同時開局。 その後1961年9月に原町局が開局し、県内全域で聴けるようになった。略称は RFC。東北地方では唯一の AM ラジオ単営局である。1978年頃に開局から使われたシンボルマークの CI ロゴが変更になり、RFC から小文字の RFC に変わった。福島県内で 初のラテ県営民放テレビ局になる予定であったが、一度はテレビ予備免許を取得しながら、郵政賞の条件をクリアできず、開局できずに執行してしまった歴史がある。福島県での民放テレビ開局は、1963年の福島テレビ開局まで待つこととなる。長年にわたって、福島県唯一の民放ラジオ局だった。一時期、 福島 FM が開局するまで東京 FM の一部番組を放送していたことがあった。JRN と NRN のクロスネット局。関連新聞は福島民報と毎日新聞。福島民報のラジオ面では本局の番組表を大きめのサイズで掲載し、番組タイトルについてはゴシック体で内容も詳細に掲載するようにしている。ニュース名称は以前は 国内外のニュースを毎日新聞ニュース、県内ニュースを福島民放ニュースと分けてあり、定時ニュースなどでも毎日新聞ニュースと福島民放ニュースをお伝えしますと放送していた。現在は RFC ニュースに統一している。24時間放送の開始は1982年4月5日で、この時からオールナイト日本や歌うヘッドライトのネットを開始している。 さらに CM の時間を使い、修学旅行生の安否を伝えることがある。自社制作番組の多くが、アナウンサーが制作、ミキシング技術などを一人で行うワンマンシステムとなっており、スタジオの多くもこれに対応したセッティングがなされている。また、夜間における緊急事態発生に備え、曲穴一人と制作、技術、 報道部門のスタッフ数人が局に毎日交代で泊まり込む宿直勤務制度を実施している。火災や地震の発生が伝えられた時はネット受け番組の音量を下げて速報を伝える。テレビ U 福島は福島駅伝と同時放送をしている。2004年チャリティミュージックソンとリアカーサンタの活動によりラジオ活動部門で日本民間放送連盟賞を受賞した。 2006年2月より、ニフティの協力で、ポッドキャスティングサービスをスタートした。2009年4月改編で平日ワイド番組を、一新、長寿番組、昼の希望音楽会や、グリーンメロディーを内包する10時台から12時台の、ワイド番組を新設する一方で、土日曜昼のワイド番組は、自社制作を取りやめ、ネット受けに切り替えた。なお、 福島競馬開催期間中は従来通り、福島局では、福島競馬実況中継を、それ以外の中継局では、レース中継を内放した番組、サタデー・サンデー・リクエスト・ジャンボリーを放送している。2011年4月頃から、ラジコ .jp 復興支援プロジェクトとしてラジコによる、暫定的な全国配信を経て、2012年4月1日より、 福島県内限定に切り替わり、実用化試験配信が開始された。2014年8月1日からは、ラジコ .jp プレミアムにより、再び全国からの聴取が可能になった。2016年1月27日に、RFC にとって中継局の開設自体、55年ぶりとなる、RFC 東金山 FM が、大沼郡金山町に、 FM 保管中継局として開局し、同年11月16日にも RFC 西金山 FM が同じく大沼郡金山町に FM 保管中継局として開局した。2017年3月中通り地区にワイド FM の中継局を開局。それに伴い福島競馬開催時の編成も全局で福島競馬実況中継を放送することになった。 ラジコおよびラジコプレミアムでは福島放送局の内容が福島県全域および全国に配信されている。かつてハイワキ放送局の放送を配信していた。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日平日週末。その他超体、番組枠後全体、番組枠午後の体、番組枠夕方、帯番組枠夜体番組その他番組前述の通り、アナウンサーが制作からミキシングまでを行うワンマンシステムを多くの番組で採用しており、 自社制作番組のほとんどがアナウンサーの出演であることなどから、当局アナウンサー一同がアノンシスト賞を受賞、鏡田達也がギャラクシー賞を受賞するなど、当局のアナウンサーへの評価は高い。一方で、退社してフリーランス、事務所所属の道を選ぶアナウンサーも数多く、特に1990年代後半以降に入社で、 現在も引き続き所属するアナウンサーは数少ないという実情がある。2010年にはすでに退社したアナウンサーを契約アナウンサーとして起用するという RFC としては珍しい状況も発生している。2014年4月と2017年4月入社のアナウンサーについては契約アナウンサーとして採用している。オープニング・クロージングともに5分間流れる。 日曜深夜の放送終了が一時ちょうどになるため、冒頭では時報が鳴る。オープニングのセリフはおはようございます。お目覚めはいかがですかこちらはラジオ福島です。で、ただいまから本日の放送を開始いたします。時刻はまもなく5時になります。クロージングのセリフは今夜もラジオ福島の放送をお聞きいただきありがとうございます。 でお送りいたしました。ここでしばらくお休みをいただきまして、次の放送は午前5時からでございます。おやすみなさい、となっている。2011年3月11日から2012年4月1日までは、終日24時間放送のため、オープニングとクロージングは放送されていなかった。ありがとうございます。